よかった、ちょうど上に続いてるわ。あ、危ない危ない。やめて、水、水、水。ヒカキンゲームズ。ヒカクラ。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チクタク、チクタク、チクタク。ここだよ。ここだよ。ここにいるよ。こう、こう、だーよー。ブンブンハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカクラ2パート10の今回は洞窟でダイヤ見つけるまで帰れません。いや、めでたいパート10ですから、さすがにそろそろね、ダイヤモンドの一つや二つ、こう洞窟から取りたいんだよね。一回なんか海かなんかで宝箱からあのダイヤモンド一個は取れてるんですけど、ブロックでまだこのヒカクラ2では見つけたことがないので、今日はダイヤモンド探していきます。前回パート9のアンケート、これまた20万票以上のご回答ありがとうございます。ダントツでね、洞窟でダイヤ探しが多かったので、今回ダイヤ探すんですが、ちょっとね、僕ちん家の下もぶち抜きたいんだよな。ってことで、家の下ぶち抜きつつ、そこで洞窟に繋がって、あ、ダイヤ見つかっちゃったっていうパーフェクトな流れ作るわ。行くわ。さあ行きましょう。いやー、もうね、動物に囲まれてほんと幸せね。オウムもね、もうたくさんいるし、もう家の中うるさいんだよ。ほんとにね、丸尾とモフコ、そして上品なお猫ちゃんたち。さあ行きまっかね。地下から床ぶち抜いていきます。で、もしそれで、あの、洞窟とかね、何もなかったら、素直に洞窟に行きたいと思います。でもなんかさ、家の下って気になっちゃうんだよね、どうしても僕。なんで、とりあえず地下室から下、ぶち抜いてみたいと思います。これで洞窟繋がってたら結構激アツなんだけどね。このね、屋上2階、1階と繋がる、このはしごの下、そのまんま行ってみたいと思います。ああ、怖い。マグマとかだったら終わるから。大丈夫かな？一応ね、あの、上に登ってくるための土とか、はしごは持ちました。これさすがになくしたらきついよね。トライデントとか、あとこのエンチャントされた革の防具とかね。ま、僕は運がいい男で有名だから、大丈夫。それでは、家の下ぶち抜き、行きまーす！ファイヤー！てっ、てっ、まあ、これでね、ボコンって穴に繋がってたら、まず相当運がいいんだよね。ダメだったら上がってきて、ちょっと場所変えてまた掘ってみるとかありかな。さあさあさあ。どうするこれ。掘ってたら思いっきりダイヤモンドポーン出てきたら、ここに。お、すごいすごいすごい、鉄あんじゃん。いいね。最近、あの、鉄全部使っちゃったんで、家の下には鉄もある。炭もあんじゃん。いいね。結構ある。ただなんかさ、家の下ボコボコに掘りたくはないんだよね。ちょっとね、うわ、すげえ。いいね。ぶち抜くってでも。なんかね、この僕のヒカクラ2のワールドって本当にいろんなね、あの、バイオームとか近くて、あの、すごいいいワールドなんだけど、洞窟がね、あんまないんだよね。あの、前初めて洞窟探検するときに、ちょっとこう、洞窟どこら辺にあるかなってこう、入り口とか探したんですけど、全然なかったんだよね、洞窟が。さあ、オッケー。鉱石はだいぶ掘った。ゴーゴー、どんどん下へ。さあ、さあ、もう気づけば、深さ26、25、結構来てるけど、これ洞窟なんもねってことだな、多分。あれれれれれ。お！いいなぁ。燃えてる燃えてる。レッドストーン、ありがとう！うわ、めっちゃあんじゃん。やった。まあ、いずれね、あの、ブランチマイニングとかもしたいけど、まずはなんか素直に洞窟でね、行きたいんだよ。ね。洞窟探検っては、もう一番下まで来ちゃってるわ。あー、ダメでした。岩盤まで来ちゃった。うわ、深ー！あー！深い深い深い！
さあ、ここは外れでした。登っていこう。ダメだ。ただ、下にぶち抜いただけで鉱石結構取れたよ。でもね、家の下なんでちゃんと埋めていきましょう。いや、いいわ。悪くないね。ポン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 じゃあ今度こっち側掘ってみるか。ここ行きましょう。目の前にダイヤがポン、ダイヤがサクサクサク、ダイヤがスカスカスカポッポッ。洞窟つながってくんないかな。でもあれだね、本当にまっすぐ下に掘り進めると一気に岩盤まで行けるね。ダメか。あーダメだ、岩盤だ。はい。もう夜？もう夜か。ちょっと鉄焼いて、ツルハシ作り直さなきゃな。とりあえずお休み。おはようございます。ダイヤ見つける。さ、オッケーオッケーオッケー。鉄のツルハシじゃないとダイヤモンドは掘れないので、ゲットできないので、2本くらい作っていかないと。よいしょ。いいね、2本。ほら、はい。こっちの角でも掘ってみるか、せっかくだから。もうね、角掘りまくって後悔がなくなったら行こう。最後じゃあここだけ掘っていきます。あってよダイヤ。頼むよ、洞窟つながってよ。びっくりした。家から洞窟行けるってなんか幸せじゃん。家の中で釣りもできて洞窟も行けてって、もう最高な家になるじゃん。ただ洞窟ばっかりはね、自分で作れるもんじゃないからさ。洞窟つながって、洞窟つながって。ダメか。はい、ダメ。おお、金あった、やった。金はありました、やったぜ。ダイヤはない。ちくしょー。はい、洞窟行きましょう、諦めて。諦めも大事。さあ、洞窟行こう。ひかくら、全く行ったことのない洞窟に行きたいから、確かなんとなく覚えてるとこあるんだよな。こっちの方になんか洞窟の入り口あった気がするんだよな。あと洞窟といったらね、廃校も行ってみたいんだよね。毒蜘蛛とかまだ一回も会ってないんで、廃校の入り口があるなんか洞窟とか見つけたいんだけどな。おおお、ここにあんじゃん、ここにあんじゃん。ここ行ってみようか。さあ、深い洞窟だといいんだけど、家から結構近いよ。あー、なんか深くなさそうだな。まあただ入ってみないとわかんないからな。うーわ、これ洞窟になってないか、そもそも。なってねえわ。こっちはどうかな。あ、おおおおおお、ちょっと深そうだよ。おおおおおおお、一応洞窟、一応洞窟です。あ、こっち深そう。行ってみるか。行くぜ、頼む。ダイヤモンドにつながる深い洞窟であってくれ。ほんと深い洞窟ないからさ。うわ、あ、キノコ生えてるだけ。あれ、水がある。あとスポーンブロックとかもね、あってほしいんだよね。廃校とスポーンブロックも出会いたいんだけどな。こっちは深いかな。おお、狭いな。おっ、いいんじゃない。ちょっと狭いけど、あ、これ当たりだわ。当たった。ちょっと松明が少ないかな。100本あるんだけど、できるだけ明るく皆さんに実況を届けたい。その一心で。水だな。てかバケツ持ってくんの忘れたわ。そう、毎回僕ね、バケツ忘れて。びっくりした。マグマがあると、わ、これチャンスじゃね、後悔しちゃうんだよね。待って、これなんかね、大当たり引いたっぽい。あべべべ、深いもん。
めちゃめちゃ深い。ああ、いい洞窟、いい洞窟。ああ、これ絶対ダイヤまで行けるわ。深いよ。うわ、ここ一気に行ってみる？怖いけど。もうどうせね、迷っちまうんだからさ。最初からもうね、迷うこと前提ですから、僕は。うわ、広いな、ここ。さあ、ダイヤモンド。洞窟の中にさ、あんまり敵いたことないんだけど、いるね。さあ、いいね、トライデントですから、こっちは。あ、待って、投げちゃったらやばいか。ちょっと待って、一回。あー、これで殴れるってね、聞いたんで。殴ってみよう、トライデントで普通に。しゃ、初めての殴りだ。あ、クマもいる。ここにやろ。あ、強い。あ、うわー、ぶなー。さすが、ハードモード。気を許したら一撃だね、これ。お、マグマ、いいよ。もうこんな深いとこまで来てる。ん？あ、キャ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 。ポンポーン、やべ、ポンポーン、で、殴って、あ、強い。なんかダイヤの剣より強いとかなんとかってね、洞窟の中に敵湧きやすくなったのかな。前ね、敵いなくてラッキーとか思ってたんだけど、湧くようになっちゃった、もう。さあ、マグマ。お、金あった。そう、マグマがあるとなんかいいもんがあるっていうね、そういう深さの印でもあるんだね。うん。さ、コウモリの音もしてんな。ん？匂うね、ダイヤモンドの匂いだ。うん、ほら、赤く光るダイヤモンド。くぬ、くぬ、強っ。これさ、ハードモードでもトライデント持ってたらもうこれもはや無敵級じゃん。あ、コウモリくんだ。こんにちは。君はね、全く害もないし、アイテムも落とさないんだよね、コウモリって。現時点では、倒す意味なしのコウモリくんです。コウモリの血とか取れないんだよな。さあ、おっ！もう深さ 20？ あ、もうこの辺でダイヤ出てきてもそろそろおかしくない深さまで来てる。金！金がいっぱい取れる。おー！億万長者になっちまうわ、これ。ほらほら、ただな、ダイヤモンドを見つけた方が億万長者への道は早いんで。行ってない方はこっちか。うわ、暗いな。あー、金はね、すごいいっぱいあるんだけどね、もうちょい深いとこなんだよね、ダイヤモンドって。確かね、位置の高さが11前後とかが確か一番ダイヤモンドって多い気がしたんだよね、昔確か調べたんだけど。ってことはまだちょっと高いんだよね。天然ダイヤ。天然ダイヤありますか？あ、なんか深い。深いよ、こっち。あ、やべ、もったいない、もったいない。あ、危ない、危ない、危ない。深い、深い、深い、深い。あ、これは匂うよ。あるんじゃないですかね。初の、水色に光るダイヤモンドナイ。甘くないね。これもう一番下だね、ほぼ。このマグマのなんか海な感じは。甘くねえな。ただよーく見てないとね、ダイヤモンドって見逃しやすいから、よーく見よう。こっちは？お！なんかすごい、この洞窟広いわ、やっぱり。毎回分かれ道が深い。いいね。頼む、もっと下。あ、いいね、いいね、いいね、また分かれてる。いいよ。頼む、ダイヤモンド、会ってくれ、頼むよ。お、いいね、明るくなってる。マグマがあるよ。ダイヤモンドない。ないね。よーく見ると後ろ側とかにあるかもしれないんだけど、ないわ。じらすね。さあ、こっちはないかな。頼む、会ってくれ。もう結構探してるよ。もうちょっと深く行きたい。あ、いないいない、こっちこっち、怪しい。怪しい。うお、すごいとこ来た。ここはありそう。頼む、ここにないときつい。もう結構探してる。頼む、水色のまばゆい、まぶしい光が。うわ、すっごい、ここ危ない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 。こんな頑張ってきてんのいないの？ただちょっと、この深さ、あー、畜生、金か。怪しいのでちょっとこう頑張ってってみる？怖いところ。怖え。男だとこういうスリル、たまんないよね。怖、ちょっと待って。これ怖すぎるでしょ。ただ、
今まで伊達にマイクラやってきてないから、おしよしよし、こうやっていけばいけんじゃないかな。あっち岸とかいないかな。うわ、置ける置ける、ちょうどいい深さになってる、これほらほら、ポコン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 ってさ、マグマの中に置けんのギリギリ。あー頼む、ダイヤあってくれ。あー、レッドストーンは結構あるんだけど、ただうわ広い広い広い、高さ111です、これ間違いない。匂う、猛烈に匂う。さ、足場作って頼む。あー超ありそう超ありそう、よしよし、ふっ、危ねっ、ちゃい、あー絶対ある絶対ある、これ絶対あるって、タイヤー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 、ないんですけど、なさすぎじゃないこれ、ダイヤ危ない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 、よし、あっちとかもないかな、あぶねえないわー、あっちもある、ちょっとここ渡ってみるか。くそ、そろそろさ、そろそろ来たって言わしてよ。おお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 お、もうめっちゃいろいろ取ってるよ、ほら。ラピスラズリとかさ、金とか。頼むよー。あ、あっちも続いてんな。ちょっと待って、こっち掘ってみるか。ここ掘ったらボコンつってダイヤがパーン！いや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 。あ、行きます。ダイヤー！ツルハシぶっ壊れる。あ、頼む！あぶね！ああ、なさすぎる！頼む！あぶね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 ！マジでないんだけど、頼むよ、怖いよ。まあでも間違いなくここで攻めていくのは間違ってない。地球の裏側まで行っちまいそうだよ、もうもう訳がわからんとこまで来てる。頼む、会ってくれ、頼む怖いどんどん奥来てるから、はあ、ないよ。いや、ないよ。これだけ見てないの？あん？あー、スケルトン。またちょっと方向変えてみよう。行く方向。あー、くん、やばっ、くん、近い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 、危ない危ない危ない、かー！ここは怪しい。頼む。スケルトンに釣られてきたここが。スケルトンが教えてくれた。ダイヤの入り口なんだよって言おうとしたんだけど、ここなんか来てるし、来てるし。で、ゴールデンゾンビ？あれ？これハスク？あれどっか行った？あれ？消えた！これは、あれ？あそこになんかね、あ、草生えてる。これ下繋がってるっぽい。ちょっと怖いけど行ってみるか。ふっ、ここにダイヤあるんかい！うわ、深い、深い！なんだここ、どこに繋がってんだ？うーいっぱいいる、なんでこんないっぱいいるのゾンビ。こんにゃろ、金の鎧くれ、やったやったやった。あれ、こっちも行ってんな、もう迷っちゃってるよ。エメラルドじゃなくて、あぶねえ、私の防具強いね。あ、すげえ、青いベッド作れる今。すげえ、ラピスラズリで作れるのか。ん？あれ？なんかスライムの音しない？あ！スライムがいる！なんで？やった！やった！ちょ、ダイヤと同じくらい嬉しいんだけど、ちょっと待って。なんでスライムくんいんの？ペチッ！ありがとう！ペチッ！押して！え、これスライムブロックとかスライムボール。やったー！やったやった！初めてのスライム！ってことは、ここ湿地帯のとこ来てんの？あ、違うか。スライムチャンクだからってことか。やった！ここメモっとこう。これ、はい。これ、スライムチャンクです。
210、28、19。やった、これは収穫。ダイヤ探してたらスライムチャンクに出会う。でもダイヤ欲しい。ヒカクラ、やっぱこのマグマのとこしかないね。ここしかもう可能性を秘めてない。あー危ない危ない危ない。新たなところに突き進んでいってみよう。もうしょうがない、このマグマ周りで全部探す。こっち行ってみるか。ツルハシもね、もうこれラスト1本なんで、スポーン来てくれ、頼む。もう1時間ぐらい探してます。こんなないことある？はあ、頼むよ神様。ちったやばい。なんですかこの世界は。あれなんですかこれ、マグマから見た感じ。来たー、どこ、あー、いや険しい道のりだった。光輝いてますわ、やったー。なんかバグって空見えてるけど、わー、ラピスラズリもある。やったよ、やったー。こっちも続いてる。いや、こんなマグマの周り探したの初めてだよ。ちょっとだけ周り見てみるか。いや、すごかったな。いっぱいある。まだある。まだある。よく出る。よく出る。2箇所もある。あそこにもある。よっしゃ、掘りましょう。ね。いや、あんま油断してると危ないから、マグマ周りは。さあ。それでは、ヒカクラ2初ダイヤ、掘りまーす。いけー、たーたー、2個。ただ、もう1箇所あったからな。1個見つかるといっぱいあったりするもんだよね。あれ、あった。気をつけろ、気をつけろ。ちっ、やったぜー。お、3個ある、やったー。え、さ、うわっし、やば、え、6個か7個ぐらいあった、やっべえ、うっ、もう9個。やったー、大収穫だー。よかったー、今日もうなくて終わっちゃうかと思った。チューリップチューリップチューリヒチューリヒ、大金持ちだよ。やば、1、2、3、4、やばー、13個。これシルクタッチとかで取ってね、幸運とかで掘ったら20何個とかになったんだよな多分。大収穫、よかった。もう帰ろうかと思ったかんね。なさすぎて。うわ、まだ続いてるわ。とりあえずでもこの洞窟は大当たりだったね。危ないから帰りましょう。あー、よかった、ちょうど上に続いてるわ。あー、危ない危ない。やめて、水、あの、やめて。え、最高、やったー、やっべ、ついにスポンブロック、ゾンビだ。それもちょうどこれ、いらないもん預けられるわ。せーの、ポン。ゴミやな。ゴミやな。微妙だけど、ここで、あ、やった、馬乗れるよ。さあ、ちょっとどうでもいいもん預けて、よし、チェストってもう一個くらいないのかな。うわー、これ経験値めっちゃもらえんじゃん。うちょいちょい、こんなのこんなの、なめてんのか。あ、もう一個チェストある、もう一個チェストある。ちょっと待って、ここ一回、あー、すっげー湧くなこれ、ものすごい湧き方してるこれ、尋常じゃねえ。よし、一旦入って、湧き潰しをし、な、なにここ開放的な、ちょっと待って、開放的すぎるだろ。あ、危ない危ない、こんなやろ、
なんでここ封鎖されて、危ない、満腹にしとかないと危ねえわ。やったー、ついにスポーンブロック。ただね、ここ深いんだよね。さ、よし、来んやろ。あ、待って、あんま回復してないから危ない。そう、ハードモードだからさ、ゾンビ舐めてるとやられるんだって。危ねえ。よし、オッケー、湧き潰し完了。もう一個のチェストはドン。やったー、すげえお宝じゃないか。金のリンゴパンパン、トゲ1、ちょっとしょぼいっぽいけど、やったー。あ、わかった、これ、こっから上ぶち抜こう。そうすればね、ここのスポーンブロックに入る入り口作れるからね、今後すぐ来れるようになる。頭いいでしょ。さあ、じゃあこっから掘りましょうか。なんか水とか出てこないといいんだけど、はしごつけちゃおう、ここにね。さあ、これはどこなんだ。もうめちゃめちゃさ、地下で移動したからさ、ここがどこなのか全然わかんないんだよ。さあ、そろそろ地上じゃないかな。もうだいぶ来てるよ。あ、なんか抜けたね。ここはどこ？私は誰？私はヒカキンです。あー、どっかの洞窟に繋がってんな。夜だな、そして。ここまで来たんで、このまま上まで行ってみよう。あー、家の近くだといいな。よし、抜けたー。やったー。ここどこだ？さあ、印つけよう。え、ここどこ？家近いっぽい。ちょっと待ってね。ほっ、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 よし。さらに印。よいしょ。ここだよーん。あ、家あそこじゃん。ほら、あそこ家。近い。完璧だー。よかった、帰ろう帰ろう。鳥さん、帰るわ。いやー、完璧。よかった、ほんとに。ゾンビスポナー。家から結構近いところに発見できた。これで経験値トラップ今後作ってエンチャントとかいっぱいできるんじゃないかな。やったー。いやー、めっちゃ時間かかったわ。あー、そしてね、ダイヤ取ってからマグマ食らった時どうなるかと思ったわ。全部終わりかと思った。よかった、ギリギリセーフ。おやすみ。はい、というわけで、ダイヤ取れたので、今後ね、ちょっと使い道じっくり考えて、ダイヤがあることによって今後一気に発展していくと思うんで、大切に、そして有効に使っていきたいと思います。今回もアンケートつけておきますので、ぜひ回答お願いします。この動画もしよければグッドボタン、評価ぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録はこちらをポチ。Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回、パート11でお会いしましょう。バイ。